こんにちは、粟田洋介です。今日はこの T ペンでコインパースに絵を描いていきます。これは布に絵を描くためのペン、 T ペンと言います。 T シャツなどの布製品に絵を描くときに私はこのペンをよく使っています。で、使い方なんですが、こうしてキャップを開けてペンをこうやって潰します。こうやってギューッとインクを押し出すって感じですね。そうするとペンの先からギューッとインクが出てきて絵が描けるというわけです。ケチャップのボトルみたいな感じです。色もこのホワイトの他にブラック、それからグレーのモノトーン、それからレッド、ブルー、イエロー、グリーン、ネイビー、ブラウン、そしてベージュ、こういったタイプの色の他に蛍光色もあります。そしてパール系の色、まあメタリックな感じの色ですね。それからラメタイプの色ですね。キラキラと綺麗です。私が今使っているのはクリア、ゴールド、シルバーの3色なんですけど、他にもいろいろなラメの色があります。今日は色遊びを楽しもうと思います。まずは赤で、うっかりしていました。中に下敷きを入れるのを忘れてしまいました。これをしないとペイントがパースの裏面に移ってしまうことがあります。ちょうどいいものを見つけました。イラストレーションボードの切ったやつですね。これをパースの中に入れます。今度は絵の具という感じの使い方をします。ベージュに蛍光ピンクを混ぜます。もうちょっとピンクが欲しいかな。こんな風に色を混ぜて好きな色を作ることもできます。そして今度は筆を使って描いていきます。絵の具が足りなくなってしまったので、もうちょっと作ります。ここにちょっと黄色を足したら面白いかな。なんか水が混ざってるみたいで、なんか滲んできます。こんな風になったのは初めてです。結構古いやつだからかもしれません。なので新しいので描きます。さっきの古い T ペンは 6,7 年前に買ったやつだったと思います。新しいので描くとさっきみたいな問題はなくなりました。さっき猫の周りをわざと塗り残したのですが、こういうバッグの塗り方の場合は猫は布地の色を残さない方がいいような気がしました。でも猫はこのままにしたいのでバッグをしっかり塗ることにしました。もちろんバッグもモチーフも布地の色を残しても良いのですが、今回はバッグを塗ることにしました。黄色は入れようと思っていたのですが、このままの黄色だとバッグに塗っても浮いてしまうので白を混ぜました。
今度は別のコインパースに絵を描いていきます。Tペンのペン先が詰まって描けないので同じ色の別のTペンで描きます。ペンの先が詰まる理由はペン先に残った絵の具が乾いて固まってしまうからです。でもそうなるには普通結構時間がかかります。さっきのTペンはかなり前に買ったものなので中の絵の具自体の水分が減って固まりやすくなってるんだと思います。これもペン先が詰まっています。なので直接出して筆で描こうと思います。これも古いTペンで固まりやすくなっています。実は今朝ペン先を変えたばかりなのです。絵の具が固くなりかけているのが筆で描いててわかります。ペン先の掃除にはクリップを使います。こうやってクリップを押し込んで固まった絵の具を押し出します。それで詰まった絵の具を引っ張り出します。この方法は乾燥する前だとできないんですけど乾燥してからやるとすっごい綺麗に絵の具が取れます。まあこれは私がやってる方法なのですが他の方法をご存知の方がいらっしゃいましたらぜひコメントで教えてください。これはさっきペン先が詰まってたやつですね。これも筆で描きます。どうせ詰まるからペン先は変えません。蛍光パープルに白を混ぜて蛍光グリーンと色のトーンを合わせます。これもペン先が詰まっているので外して交換します。私はここにペン先をキープしてあります。良さそうなのを見つけました。私はペン先をまとめてキープして詰まったやつはあの箱に入れて乾燥してから乾いた絵の具をクリップで剥がします。クリップはペン先の穴を掃除するのにちょうど良い太さなのです。2つのコインパースが完成しました。日向に置いて乾燥させます。それからこの日はあと2つのコインパースに絵を描きました。さりげない色合わせで描くのがすごく楽しかったです。これはさっき描いたやつですね。これもです。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからコメントやチャンネル登録などいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。